顔色が悪いな。それともそれも君の演技か。よくまた僕の前に顔を出せたね。俺こそが君の望む結果だと思っていたんだが、何しろ僕は君が言ったように忠実に自分の役割を果たしたのだから。もうダメだと思った時は僕に声をかけてくれ。凡人院の天才が僕の遺体を引き取るつもりかい？それは光栄な話だな。戦略投資部の連中も君の訃報を真っ先に受け取りたいと思っているはずだ。忘れるな、君は二度と彼らに会うことはできない。この任務は今僕の手に委ねられている。分かった。じゃあ今すぐ報告を入れてくれないか。アベンチュリンは万全の準備を整えた。またそんな大口を。調和にとらわれている状態でどうやって任務を遂行するつもりだ。サンデーとの会話で僕はファミリーの中に裏切り者がいると確信した。ピノコニーの秘密はその人物の手の中にある。そして僕もこの機会に全ての軌跡を本来あるべき場所に戻した。謝礼金も取り戻せたし、ホテルレバリーに足を踏み入れてからここまで順調にことが運んだことはない。勝利まであと一歩なんだ。自分の惨状を復唱しているようにしか聞こえないな。僕に言えることはこれだけだ。忘れたのかい？君は僕を一度裏切ってるんだよ。自分の行くべき場所に行くといい。僕はカンパニーの戦艦に包囲されるピノコニーを見たくてたまらないんだ。君も欲しかったものは手に入ったんだろ？ああ、だがどうするつもりだ。その謝礼金の入ったバッグの中に定期動支援を呼べるビーコンでも隠してるのか？さあ、それはどうだろう。まあでも僕が死の瀬戸際にお金を配ろうとしている理由はそれかもしれない。ふう、君は完全に狂っている。どうしようもないギャンブラー。狂ってるか。もういい、これを持っていけ。死ぬ直前にそれを開けるんだ。そうすればきっと僕に感謝するだろう。これはなんだ、処方箋か？君はドラマ性ってやつをよく理解してるみたいだね、教授。人に事件を調べさせておいて手がかり一つくれないなんて、やってくれるな、あの羽頭め。でもあの密航者のために落ち着きを失っている君たちの様子は僕の推測を裏付けてくれた。この後はカンパニーの富の雨を全ての人々の頭上に降らせよう。ゲームでもしようか。準備の歌が銀河で歌い継がれるようにするために私の公演を応援してね。わあ、綺麗な宝石。でもこんなに素敵なプレゼント、どうして見ず知らずの私なんかにくれるの？それは美しい夢の中で誰かが貧しい思いをするところは見たくないから。あなた優しいのね。そういうことなら受け取っておくわ。ありがとう、初めましてのお兄さん。今度時間があったら私の歌を聴きに来てね。うん、きっと行くよ。ところでついでに教えてもらいたいんだけど、死にまつわる逸話って聞いたことないかな？死？それは怖い言葉ね。美しい夢には似つかわしくない。実は僕はタブロイド紙の記者で、今はピノコニーの怪談について調べてるんだ。君も知ってると思うけど、こういうのって怖ければ怖いほど注目されるだろう。だから
何か知ってることがあるなら少し話を聞かせてほしいなって。ただの噂でよければ、死とは関係ないけど、現実のホテルではお客さんが眠ったまま起きなくなったことがあるらしいの。原因不明の昏睡だったみたいだけど、幸い最後は意識を取り戻したんだって。それはそうよね、だってファミリーがお客さんを守ってるんだから。ありがとう、今の話で十分だよ。シペのご加護がありますように。眠ったまま起きなくなった、夢の中で脳が死んだ時に現実の体で起こる反応に似てるな。後半の意識を取り戻したっていう言葉さえなければよかったのに。頭の中に何かあるような感じがする。調和の影響が出始めてるのか。やれやれ、世の中は乱れ、人々の心も変わってしまった。お前さんは、ああ、わかったぞ。これは何かのいたずら番組だな。きっと向こうの建物にカメラを仕掛け、自分の前行を撮影しているんだろう。お前さんたち若者は朝から晩まで木を照らうことばかり考えている。それではダメだ。本当に面白いシーンとは心で作り出すものなのだから。面白いシーンならもうすぐ始まるよ、おじいさん。でもその前に少し聞きたいことがあるんだ。この夢ではどこで死を見つけられるか知ってるかい？これはこれはまた死を恐れない若者か。忠告しておくが、自分の考えが進んでいるとは思わないことだ。死、そんなテーマはとっくに廃れている。ドクター・エドワードのところで買ったことがあるが、なんというか一点限りの高級な匿名寄付品だという割にはくだらない、ただひどい出来で、目がたくさんある怪物に腹を刺されるところから始まり、その後は高層ビルや明かりがぼんやりと見える以外、ただ世界がぐるぐる回っているだけで、思わず吐くかと思ったぞ。それだけ？他に何があるというんだ。ピノコニーの映画産業の実力には期待しない方がいい。あいつらはそういう作品を前衛芸術と呼んでるんだぞ。笑えるだろう。そうだね、邪魔してごめん。いい一日よ。目がたくさんある怪物、あの記憶域ミームに似てるけど、高層ビルと明かりは死には何の関係もなさそうだ。多分噂で作り上げられたドリームバブルだろうな。頭の中の声が強くなってる。だんだん近づいてるみたいだな。酔っ払えば夢を見なくなるが、悩みが消える。やっぱり俺は詩人になるべきだったんだ。お？それをくれるのか。こんなところでお人よしに会えるとは思わなかったな。それとも俺を憐れんでるのか。まあいい、どうでもいい。スラーダさえあれば十分だ。スラーダは飲みすぎない方がいい、体に良くないからね。お前の言う通りだ。だがその前にスラーダの悪魔に会ってみたい。スラーダの悪魔、その話詳しく聞かせてもらえるかな。いいぞ。ああ、それはな、首の太いタツノオトシゴだ。あいつらが言うには、それは酔っ払いの前に現れるのが大好きだそうだ。特に道端で酔いつぶれてる、おーバカ野郎の前にな。あ、面白い。確かに面白いね。
教えてくれてありがとう。ファミリーに入る前はみんなこうして苦しめられたのか。僕の脳を証拠として送りたくなるな。安全にはご注意ください。何か危険なことがありましたらハウンドがいつでも力になります。あなたは体調が優れないようですね。助けが必要でしたらホテルに連絡して強制的に覚醒させることもできますが。いや大丈夫、まだやるべきことが残ってるから。でもありがとう。わかりました。無理はしないでくださいね。何かありましたらいつでもハウンドにお声掛けください。ああ、実は聞きたいことがあるんだけど、ピノコニーで一番優秀なハウンドとして君は密航者と接触したことはある？密航者？ピノコニーに密航者なんているはずないじゃありませんか。どこでそんな話を聞いたんですか？そっか、わかった。じゃあお仕事頑張ってね。やっぱりファミリーはカンパニーに何も教えてくれないな。僕に何か用？ごめん、てっきり僕の後ろにある何かを見てるのかと思って。これは僕へのプレゼント？何かの間違いじゃないか？大した金額でもない、ささやかなものだけど受け取ってくれると嬉しいな。本当に？まさか僕が他の人からプレゼントをもらえるなんて。僕の両親じゃなくてこの僕が。ありがとう、本当にありがとう。落ち着いて、実は君に少し聞きたいことがあるんだ。やっぱりか。何を知りたいんだい？僕の父さんのこと、それとも母さんのこと？え？どっちでもないけど、僕が聞きたいのは無教の中で死に関する話を聞いたことがあるかってことさ。へえ、君も僕の父さんと同じことを言うんだな。父さんも危険はどこにでもある。父さんはオムニックだから夢に入る方法が有機生命体とは違うんだ。だから仮に危険なことがあっても無境の中では僕を守れない。そのもっと楽観的になってもいいんじゃないかな。瑠璃も針も照らせば光るっていうしさ。私と話がしたいんですか？構いませんが、デリケートな話題はやめてくださいね。お金を持っている人ほど夢の中で豪遊するものですが、自分から他人にお金をあげる人は初めて見ました。あなたも体を覆う金箔を分け与える王子になって溶鉱炉で鉛の心臓を溶かしたいのですか？王子だなんてそれは持ち上げすぎだよ。僕はただこの宝石で君にあることを教えてもらいたいだけさ。君ほどのキャリアを持つ調査報道記者なら使徒も接触したことがあるんじゃないかと思ってね。あら、あなたも好奇心旺盛なんですね。実はそれは私が業界に入った時に一番やりたかったテーマなんです。でも局長からストップをかけられてしまって。その局長は何て言って君を説得したんだい？理由は大したものじゃなくて、ただそんな根も葉もない都市伝説を報道したら私たちは三流メディアだと思われてしまうと言っていました。よく考えてみたらそれも一理あるかと思いまして。誕生日にろうそくを吹き消すと悪夢の幽霊に取り憑かれるとか、そんな報道をするのは正直プロの仕事とは言えませんからね。それは何とも不思議な話だね。いずれにしても話してくれてありがとう。
スラーダの悪魔、夢の中の危険、悪夢の幽霊、やっぱりファミリーが約束した美しい夢の中では死が人々の興味をそそる話題であることは間違いない。